というドイツでの呼び名は、兵士が主演の際に長い夜をトランプ遊びでしのいだことに由来する。集めたカードの点数を競うトリックテイキングゲームで、スカートと同じ32枚のカードを使用する。カードの強さと点数はスカートに準ずる。二人のプレイヤーは向かい合って座る。ディーラーはカードをよく切り、もう一人の対戦プレイヤーはカードを一回カットする。 図のようにカードを1からの順に1枚ずつ伏せておき、続けて1から4のカードの上に1枚ずつカードを、今度は表向きに置いていく。対戦プレイヤーは切り札の指定を行う。通常はスートゲームのみだが、グラミやラムシュを行う規則もある。5からのカードの上に1枚ずつカードを表向きに置く。その際ディーラーはコントラを宣言することができる。 からまで1枚ずつカードを伏せておき、同じ順番でその上に1枚ずつカードを表向きに置く。ディーラーがコントラを宣言した場合、対戦プレイヤーはここでレを宣言することができる。伏せて置かれたカードを含め手前に列の合計16枚のカードが、それぞれのプレイヤーの手札となり、切り札の指定をした対戦プレイヤーからリードを始める。表向きに置かれた自分の手札から一枚を、 選びトリックの場に出す。相手のプレイヤーは、リードされたスートと同じスートが手札にあれば、トリックの場に出さなければならない。なければ、どのカードを出しても良い。スカートのルールに従い、トリックの勝者はトリックを伏せて、手元に置く。二人のプレイヤーが、トリックの場にカードを出しトリックを取った後、出されたカードの下に伏せてあるカードは表向きにする。 トリックの勝者が次のリードを行う。カードを61点以上獲得したプレイヤーが勝ち。二人のプレイヤーが60点ずつ獲得した場合、カードを配ったプレイヤーの勝ちとするルールもある。勝ったプレイヤーは2得点とし、シュナイダーやシュバルツを達成した場合は、それぞれ3得点あるいは4得点とする。60点獲得の場合、引き分けとして、 両プレイヤーが1得点する規則もある。先に10得点したプレイヤーの勝ちとするなど、あらかじめゲームの終了を決めておく。ありがとうございます。